どうも、霜降り明星の粗品です。えー、ちょっとライブの告知をさせてください。はい。えっとですね、粗品に買ったら10万円というイベントを開催します。ありがとうございます。えっと、まあ、ルミネでやるんですけど、これ、えー、あのー、来週ですね、もう、1週間後なんですよ。1月18日にやるんで、結構、ね、むーちゃんも喜んでるんですけど、急に決まってですね、はい。で、 これがどんなライブなのかまあツイッターではさっきちょっとつぶやいたんですけども、まあ詳細な内容としてはですね。はい。えっとまあ、普通にあのネタバトルイベントです。はい。えー、僕含めて15組芸人でるんですけど、えー、15組がそれぞれ1本ずつネタをしてですね、まあ、お客さんの投票なのか、作家票なのかなんかわかりませんが、えー、順位をとにかくつけてですね、えー、僕より順位が上やった人たちに、 僕が自腹で10万円ずつ支払うというライブです。はい、ねあのー、だから僕が普通に何でしょう1位取ればええー、もう0円の出費で済むしただ逆に僕がもし最下位を取ってしまうとですね、えー、自腹で140万円これなかなかですねあんま主催ライブって140万マイナスの男いないですからね。うん まあでも、えー、それに、それをやるということでですね、はい、今回あの、まあ、出演者なんですけど、えっとね、一応あの、僕より後輩の人で、えー、その先輩読んだらちょっとややこしになるんでね、粗品に勝ったら10万円みたいな、えー、大見え切ってるわけですから、一応、まあ、負けるわけないやろみたいなスタンスで、僕が。うん、後輩の方でで まあ、僭越ながら、偉そうなんですけど、ちょっとネタとか見て、面白いなと思ってた人とか、この人のネタ面白いなと思った人を、以上僕が選びました、メンバー。選びましたというか、あの、オファーをさせていただきました。はい。で、そうなんですよ。なんかね、しゃ、ちょっとメンバー言いましょうか。あのね、まあ、ジャンル分かれてまして、例えばですけど、ま、まあ、友達でおもろいやつ。うん。ママタルトとか。はい。 あのー、風数やとかゼロカランとかはですね普通に付き合いもめっちゃあるしでなおかつネタもちゃんとひいき目なしで面白いっていうので、えー、まあこの3組には先にオファーしましたね、えー、そしてあと大阪若手、うん、大阪超若手かな、うん、カカオ20世紀茜二百 250cc はい僕ねあのー、サバイバルステージとか見てるんですよ 配信チケット買ってうんあの劇場漫才劇場の下の下かな1個目の入れ替え線がなん,かなんかそれを見たりしててですねなんか面白いなと思ったりとか、えー、そういうのでちょっと大阪から読んででもカカオとか喋ったことないねんな20世紀はね結構近い後輩なんですけどうんあかねも村一番でしょ元久しぶりやでとか、えー、あとはですね これですよ全く喋ったことないけど面白い人やからオファーしてみた人っていうのが結構いてですね吉本かなまずロンゲストスプリング軟水10億円この3組は,いはえっと、一応神保町なんですかね吉本漫才劇場でやってるんかなええ人なのー、オファーさせていただきましたで他、えー、事務所なんですけどパンプキンポテトフライさん ストレッチーズさん、真空ジェシカさん、えー、多分僕より後輩と思うんですけど、これ、あの、先輩やったらほんますんません。はい。あの、うん、でもこの3組はね、ね喋ったことはな、全くないんですけど、ちょっとオファーさせてもらいました。で、まあ、厳密に言うと、川北さんだけはね、あの、フリップ芸ナンバーワン決定戦みたいな、あの昔配信番組であって、そこでお話をさせてもらったことあるんですけど、 えー、あのガクさんはちょっと喋ったことないんで、うん、この辺はやっぱり戦うの楽しみっていうね、はい、であとは普通に久しぶりにトニー・フランクとかオー小ー植田とかはちょっと呼びましたね W チャンピオンとトニー・フランクは r 1準優勝者ですから、はい、という一応メンツでまああの、うん、渋い渋いね自分で見ても思いますで俺浮いてんな えー、まあだからもう本当にねどんなあれになるか分かりませんがとにかく、えー、ネタで、えー、戦いたいと思いますでちょっとまあ明日12日のお昼12時になんかルミネのホームページとか多分載って情報解禁になるんで、まあ、詳しくはそこを見てくださいあとは概要欄にもあのチケットの先行受付の期間とかね、うんえー、一般発売とか。 書いてますでこのライブ一応オンライン配信もしますので配信チケット売りますので皆さんぜひもしルミネにお越しいただけない方はですね配信チケット買って、えー、見てください。はい。まあでも1週間しかないんでねちょっとあれなんですけどあのー、楽しみです本当に。というわけで、えー、告知でした。ありがとうございました。